どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニューステイトやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ今日も今日とてアキンタやっていこうと思うんですが、皆さんねお待たせしました。ようやくですね、こんがりニューステ完全復帰ということで、まあ今日からね、動画ガンガン出していこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。ということで、なんかマストにめっちゃいる。はい、いつの間にかね、僕が活動を休止している中でマストがね大人気スポット、まあ、通称ホットスポットになりつつあるのかもしれない。これ届かないわ。 GG です。対戦ありがとうございましたということで、まあ一旦左のね、こっちのなんか小さな集落から攻めていこうと思いますが、ちょっとねまだね、ちょっと皆さんね、声聞いてわかる通り僕感知したわけじゃなくてね鼻声なんですけど、もうさそんなこと言ってられないんだよね別に。うん、鼻声だから活動休止しますとかさ、そんな甘ったれたこと言ってる場合じゃないなと思って。というのもね、もうさ僕がね動画を出さないとニューステイトをね上げる人がいないんですよ、 A スクワットの中に。はい、みんなね別ゲーさ実況し始めちゃって、もう僕はねあの枕元をね濡らしていました。はい、このね活動休止期間中に誰もニューステイトの動画上げないやんけと思ってね、来る日も来る日も僕はニューステイトをね楽しみに、あのねベッドでさ横になってねワクワクしながらさ誰かがさ動画上げないかなって思ってね見ていたら誰も上げずということで、もう誰も上げないんだったら自分で動画を上げて自分でねその動画をおかずにして飯食うしかねえなと思って、とりあえずね僕は自分のねご飯を食うためにこうやってねあのニューステイトを上げているわけですよ。はい、やっぱりさ白米だけってちょっと味気ないじゃないですか。だからね、しっかりとここは、おかずを添えてあげるということで、とりあえずまずは AI を縛っていきましょうか。さあ、で今日はねちょっと最新アップデートが入ったということでね、ちょっとそのね、何か変わったのか知りませんが、とりあえず最新アップデ要素を、まあ、堪能していきたいなって思ってます。はい、まあ、僕もね、ようやくですけど、まあ、こうやってねニューステイトを本格的にね遊べる、まあ、体調に、まあ、戻ってきたので、とりあえずね、最新アップデートを、まあ、あの遊び尽くしたいなっていうか味わい尽くしたいと思うんで、はい、皆さんはねもう薄味すぎてさ忘れてしまったかもしれませんが、まあ、僕と一緒にねアップデートどんなものが来たのかちょっとおさらいしていきましょうよ。とりあえず開いてんな、めんどくさ。あ、いるね、あそこか、わかった。じゃあまあまずはね、ひとしばき行きましょうか。とりあえずちょっとジャンピングで足音消しながら行きますね。あ、いるいるいる。はい、ジージー、対戦ありがとうございます。まずは1枚しばいておいて、でとりあえず M249 2機ですか。一旦ちょっとさ M249 はもういらないんで L8 欲しいよな。ちょっと L8 探しに行きたいね。うん、 L8 誰か持ってきてくれよ、頼むから。誰も持ってないの。ちょ、 L8 2機がね、なんかあった。さあ、拾われない武器ランキング第1位の L8 さんですよ。こいつがね、まあ今回のアップデート6月22日ですか、もう今ねなんとなんと7月2日ということで、だいぶね時が経ってしまっているんですが、もうね L8 がねなんと C2 追加されたということで、これ L8 の時代来ちゃってます。はい、あ、いるわいるわいるわ。とりあえずあいつしばこうか。わわわわ、めんどくさい。一旦ちょっとこっち側からね、僕は動かざるごと山のごとしを決め込んで敵が動くまで様子見たい。どうせバギー使うんじゃないのね。さあ、銃声発砲してますが、ここで L8 の安定力、全員しばいたかな。うん、とりあえずジジです。やはり L8 が強い。 L8 一強なんだよなマジで。あ、やべ、間違えました。ちょっとスカートね変えてしまったんですが、欲がちょっと出てしまったんですが、とりあえずは OK。 はい、完璧です。
まあ、L8 ね、今見てもらったら分かる通りカスタムねしなくても強いんで、したらねもう化けること間違いなしですよ。じゃあとりあえずちょっと頼んでおきますか。 L8 のカスタマイズキットをじゃあこの辺にちょっと頼みましょうかね。はい、じゃあ置いときましょう。さあということで L8 にねカスタマイズキット使ってあげましょう。 C2 専用サプレッサー、ダメージ増加、発射音抑制。皆さんこれ見てください。はい、これねほらサプレッサーがですねなんとなんと白いんですよね。これが L8 のまああの真骨頂よ。はい、専用のねあの白いサプレッサーを装着できるということで、僕ね白い色が一番好きなんでこれマジで嬉しい。はい、で発射音もねなかなかに良き。はい、で MCX もねあのサプレッサーつきますが、あのサプレッサーはなんかね極太いねなんかあのちくわがつくんですけど、ただこっちはね白いちくわということで、いやこのちくわの方がさいいよね。はい、ということで、まあ、色白のねちくわちゃんをつけたところでいきましょうか。やばい、レッドゾーンでしばかれたらもう引退します。さすがにな、ギリギリセーフか。とりあえずあと 400m もう普通にね、ダッシュでいきましょう。まあ、ワンチャンね M24 の過去のね C2 みたいな感じでもしかしたら変更されるのかもしんない。とりあえずバイクに気がいるんですが、あいつ取りに行かないかな、あそこ物資行かねえかな、さすがに行かねえか。いやーちょっと行ってほしかったけどな。ちょとりあえずじゃあ僕はあいつをしばきましょうか。はい、サプレッサーついてても3スコア余裕で扱いこなせますと。でサプレッサーついてるからこれ多分周囲のさ敵にバレてないからマジでねアドでこうやってしっかりと物資をぶんどれるわけよ。さあじゃあこのまま左回りで行きますか。ちょっと右側怖いんで一旦左回りで行きたいと思いますが、あんなところにもいる。さあマジで当てづらい。ビヨーン、背中ビヨーンしましたが、いやーちょっとこれな、まあ、実際言っていいですか。はい、まあ、僕ね忖度抜きで言うんですけど L8 の C2 マジでザコい。いや L8 の良さってさ安定力だと思うんですよね。だからまあコンペンをつけたいじゃないですか先端には。しかもさカスタム位置したら自動でさバーティカルがつくっていうさかなりの優秀武器なのに、バーティカル確定を捨ててねサプレッサー確定させたところでそんななんだよな。なんか今どっかで終わったか、しばかれたここ。あいる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 、怖怖怖怖、うわ怖怖怖、さらに撃たれている。さあそこで俺が打ち返しで GG してあげて、でさらにアンチガイも GG させてあげる。強い。いやこれ強化サプレッサーだから、そうか攻撃力上がってんのか。あーそれはですねやりますねって感じ。でもコンペンつけれないんでショックですねっていう感じでもある。さあとりあえず、あー持ってないのか、ちょっとバーティカル欲しいな。やっぱりあのサプレッサーな分ね扱うの難しいから、まあ、欲を言えばやっぱバーティカルが欲しい。バーティカル必須になってきますよね。もしかしてねこのなんだっけ名前、武器の名前忘れましたわ、 L8 でしたわ。 L8 のさ C2 って環境メタかもしんない。これメタ武器です。さあ最強の武器にね一気に王手をかけました。踊り出てきました、踊り食いしました。僕ね淡路島でねタコの踊り食いして吐いたことあるんだよな。タコの吸盤が口にくっついてさ気持ち悪すぎて吐いてしまったね過去あるんですよ。はい、僕あのタコ嫌いなんですよね。であんなとこにいるわ。あいつはとりあえずちょっと SR でパンパンスパパンパンしておきたいんですが、あーヘッド当てたい、当たんねマジで。さああんなところで伏せやがった。まあ、胴体当てれたけどって感じですね。とりあえずはいいでしょう。あやばい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 、おやばいやばいやばい、マジでやめろやめ、マジでやめてくれ、危なっ。あいつやばい、あいつやって、でそっち側にもいるんだよね。どこどこどこ、それどこどこ、なになになに、どこどこ、えマジそっちから撃ってんの、怖っ。怖い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 。とりあえずただあんまりダメージ受けてなかったわ。さあ
あんなところから打ってきやがったプワカタリをしばいていきたい。あの岩裏だよな、違う？どこだ？あれか、間違えた。こっちだわ。さあ、全然当たってないぞ。いやちょっと待て、待ってくれ、だいぶなまってるから僕。はい、とりあえず胴体当てからの、ちょっと一旦エナジードリンクじゃなくて鎮痛剤パクパクタイム。ちょっと僕リアルでもね、鎮痛剤パクパクしてたんで、ちょっとデジャブというかトラウマというかなんというかなんですが、残りは10秒でアンチが縮んでしまう。さあ、あいつどこ行った？永遠にさ、頭見せないじゃん。頭出してほしいな、これ。いやちょっとお互いにアンチ入らないといけないからね。さあ、胴体ぶつけてあげて。ちょ待てよ、ちょ待てよ。は？行ったね。さあ、崖からの転落で行ってしまいました。まあ僕のね、ボディーブローが刺さっていたんでしょう。まあ、後から効いてくるからな、ボディーは。あんなところにいる。さあ、なんかあんなところにいた。あいつはワンチャン AI 臭いな。こいつ泳がしとくか。泳がせた方がいいな。あ、いたいたいた。さあ、いました、あんなところに。じゃあ最後は L8 で仕留めてあげましょうか。はい、 OK。 でラストはこの AI をしばいて対戦ありがとうございましたということで、 L8 カスタム2秘宝ガチで強すぎたということでね、皆さん、僕ね、かなりのブランクがあったんですが、余裕でね、しばくことができました。かわいそう、リザルト画面にね、あのサプレッサーが映ってません。はい、ということでね、皆さんもですね、 L8 のカスタム2ぜひ使ってみてください。アップデ後にね、追加された、まあ、世にも奇妙なカスタムなんですが、実はガチということでね、 L8、マジで強かったです。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。